昔々あるところに、シンデレキという、それはそれはかわいそうな娘がおりました。意地悪なママ母と姉たちに、シンデレキは一日中、掃除や洗濯をさせられていたのです。よいしょ、よいしょ。ようやく窓拭きが終わったわ。次はお皿を洗わなくちゃ。いつものようにシンデレキが家の仕事をしていると、何？まだ掃除終わってないの？2番目の姉のミアがやってきました。ミアは意地悪な猫のような目で言いました。相変わらずグズだね、シンデレキは。これが僕の妹だなんて思いたくないな。食事の支度もまだのようね。あなた、私たちを飢え死にさせるつもり？一番上の姉、チェリーです。彼女は同じ空気を吸うのも嫌とばかりに、扇で口を覆います。すみません、お姉様たち、今すぐ作りますから。シンデレキは慌てて炊事場に向かいましたが、扉のところで大きな体に弾き飛ばされてしまいました。いやだわ、私のお花のドレスが汚れちゃうじゃないの。シンデレキ、あんたって本当にノロマでグズな亀なんだから。ママ母のシャドウが大きな体をゆすって言いました。すんません、お母さんはすぐに食事の支度をしますから。まあいいわ、それより馬車の支度をしてちょうだい。出かけるんですか？今夜はクレイジーロック城で舞踏会があるのよ。なぜだかわかる？お母様、それってランガ王子がいらっしゃるの？ランガ王子って確か雪の国。